デザインシステム4モバイルの、デブ道場の、セッション、セッションを開始していきます。で、まず本日の話の流れですが、まず最初になぜデザインシステムを、知るべきかについて話した後に、そもそもデザインシステムとは何かを話します。そして、なぜデザインシステムが必要なのか、そして残りの、実際の実装とか構造とかを見ていく流れです。で、まず、ワイシュルのデザインシステムということで、なぜ、デザインシステムについて知る必要があるかっていうと、今回その入社したのが、20名前後で、アンドロイド、iOS、ウェブフロントエンドを合わせて5人ぐらいいるんですが、その人たちは、デザインシステムを実際に開発していく中で使うので、もちろん知る必要があります。また、デザイナーの方は、UI を作るときに、使っていくので、知る必要があります。で、それ以外の方々、例えばバックエンドエンジニアとかは知る必要がないんじゃないのって思われるかもしれませんが、実際そのバックエンドの開発をしていて、クライアントのコードを調べなければいけないというようなシチュエーションがあるので、実際自分の同期とかも、クライアントのコードを見て調査してたりしてたので、そういった中でデザインシステムの存在だけでも知ってると、将来仕事がやりやすくなったりするので、ぜひ皆さん、眠くならずに聞いてみましょうということで、聞いてください。で、さて、デザインシステムとは何かについて話します。デザインシステムとは、共通の言語であって、それぞれ違うシステムとかの間でも、共通の言語として使えて、見た目とかの統一性を維持できるようにするためのものです。で、こういうふうに言ったんですけど、実はデザインシステムのアイデア自体は別に決して新しいものではなくて、現実世界にすでに存在するものです。すでに現実世界に存在するアイデアです。それをエンジニアがちょっとお借りして活用しているだけですね。さらに、開発者に分かりやすいようなものに例えると、フレームワーク、デザインドック、プロトコルバッファーズになるかと思います。これだけ言っても、あまりピンとこないと思うので、もう少し具体例を出して話していきます。話していきます。で、話していく中で、なぜそもそもデザインシステムが必要なのかみたいなのも、UI 実装の歴史を踏まえて、聞くと、分かりやすいのかなと思います。で、もし、デザインシステムを使わずに、UI を実装していたらどうなるかについて話します。例えば、リンクテキストを実装したいみたいな時に、今回はそのリンクテキストでも、カラーに主になんかちょっと着目して、解説していくんですが、例えばリンクテキストで、真ん中の方に、リンクカラーって変数定義してあるんですが、リンクカラーを定義して、それを実際に、使って、テキストを描画していくと。で、例えば、リンクテキスト、実は他の場所でも実装されていて、実装され、さ、えー、さ、されてるシーンを、ちょっと想像してみてください。で、とは言っても、実際その他の場所では、微妙に、エンジニアが間違えて、リンクのカラーを間違えて指定しちゃいました、みたいな、ことが、よくあるんですよ。例えば、同じシステムでも、全然、なんて言えばいいんでしょう。同じ色を実装したつもりより微妙に違ってたとか、よくあるんですけど、そういうような、そういうシーンを想像してください。で、そのデザインシステムを使わずに、UI を実装したとしても、ここまでは、うまくいくんです。なんでかっていうと、例えばこの例でいくと、リンクテキストはたった2つしか存在しないので、タイプが、アザープレイス、リンクテキストアザープレイスの UI の方に、のカラーに、タイプがあったとしても、すぐに見つけれますよね。ちなみにこれ、99000EF になっちゃってて、本当は FF にしたかったみたいなシーンですね。で、ただ、とはいえ、実際の業務だと、
UI が、リンクテキストが2つだけみたいなことはなくて、まあ、どんどんリンクテキストも、なんか、まあ、たくさん使われていきます。で、例えば、左側の、まあ、ソースコードでいくと、まあ、左側の3つ目のテキストの UI だと、まあ、リンクカラーのナイトモードの時の色はちょっと変化させたいとか、リンクカラーオンブルー。で、これはリンクのテキストが青背景の目に載っている時の、まあ、リンクテキストを実装したりとか、まあ、このような感じで、まあ、リンクテキスト、同じ、アプリ内で同じリンクテキストを実装してるつもりなんだけど、まあ、ちょっとずつ色とか要件とかによって、カスタマイズされて似たような UI がたくさんできていくみたいな状況になると、もうメンテナンスも難しいし、なんか似たような変数がたくさん定義されてて、わけわからんみたいなことになっちゃいます。で、まあ、このような、まあ、状況を、まあ、デザインシステムは改善してくれるというか、防いでくれます。でもこれは、まあ、デザインシステム、これはか、えーまあ、仮定の UI なんで適当な色なんですけど、まあ、デザインシステムがもし使えると、まあ、どのようになるかっていうと、まあ、左側は、まあ、関数、UI が4つ定義されていて、それぞれカラーコードが違いますよ、みたいな感じなんですけど、右側だと、まあ、リンクテキストって、の実装があって、カラー自体は、さっき言ったような、スタンダードランゲージ、まあ、共通、デザインシステム内の共通言語である、まあ、デザインシステムカラーズのテキストリンクっていう単語を使って、まあ、リンクテキストを実装できるので、まあ、色をまあ、共通化できますよね、みたいな。で、さらになんか他の場所で、例えばリンクテキストオンブルーみたいなブルー背景のところで、まあ、リンクテキストを実装する場合でも、まあ、そのテキストインバースみたいな感じで、そのブルー背景というか、なんていうのかな、背景が白じゃない場合に、こういう色を使うみたいなのも、まあ、事前に定義されているの、え、事前にまあ定義されているので、まあ、それを再利用できますよね、みたいな感じです。で、とか、まあ、これはちょっと小ネタなんですけど、まあ、デザインシステムではナイトモードもサポートされているので、左側の UI、のじ、左側の UI 実装のように、リンクテキストナイトモードみたいなのを、まあ、追加しなくても自動で対応してくれたりとか、まあ、いろいろデザインシステムは便利です。で、とか、まあ、デザインシステムに限らず、まあ、UI 実装っていうのは、まあ、非常に業務においてはすごく、細かいところに気をつけないといけなくて、まあ、左側のような UI。で、かつ、利用規約及びプライバシーポリシーに同意の上、ログインをお進みくださいみたいな、テキストを実装するときのことを、ちょっと思い描いてください。で、まあ、このテキストを実装するときって、まずそもそもフォントはどれになっているかとか、フォントのウェイト、つまり、ボールド化とか、なんて言うんでしょう、細いフォント使いたいのかとか、あと、フォントサイズ。とか、ラインハイトとか、様々な、もうもちろんリンクのテキストもそうですし、いろいろなものを考慮しないといけないんです。で、じゃあ、で、まあ、もちろん業務ではこれらを実装していくんですが、フォントウェイト300とか、フォントサイズとか、いちいち手打ちしていくと、まあ、たまにタイプをして間違えちゃったりとか、で、しかもそれが残っちゃうと、まあ、後々リファクタリングも大変になります。まあ、これつまりどういうことかっていうと、もう私たちは完璧ではない。どうせ、ま、人間なんで間違えちゃう。っていうのを、まあ、デザインシステムは防いでくれるみたいな話です。で、さらに、なんか、それについて、まあ、別の視点で説明していくと、例えばデザイナーは同じような Apple の UI を、Apple アイコンのまあ UI を実装しようとしたときに、まあ、それぞれデザイナーがデザインするんだけど、微妙に違ってきちゃう。左側の例だと普通の白い Apple の UI をデザインして、エンジニアはその通りに実装できちゃうんだ、実装するんですが、まあ、たまに色もちょっとなんか微妙に違った Apple の UI をデザインして、エンジニアもまあその通りに作ると、まあ、普通になんかちょっと黄色っぽいリンゴになっちゃうんですけど、で、まあ、
この2つは微妙に色が似てるんだけど違う、あの、Apple マークの UI が実装されちゃうとか、あとまあ、右側の例はちょっとオーバーなんですけど、そもそもリンゴ実装したかったのに、エンジニアはなんか勘違いしてメロンみたいなのを実装しちゃったりとか、いうのが、まあ、これって別にあの、すごい大げさな例なんですけど、まあ、この左側のソースコードの例のように、微妙にタイプしちゃったりとか、なんか、あの、別にカラーコードちょっと間違えたりとか、そんなレベルでも、やっぱり発生しちゃいます。で、さらになんか UI のパターン自体も大きく、あの、いろいろボタンの種類とかも増えてくると、さらに、あの、これが合ってんのか間違ってんのかって、どんどんハンドリングが難しくなってきます。で、これをやっぱり解決してくれるのはデザインシステム。まあ、Y、あの、なぜデザインシステムが必要なのかっていう答えは、まあ、究極的にはこれなんですけど、まあ、デザイナーとエンジニアで、まあ、共通の言語としてデザインシステムが存在してますよ。で、デザイナーはデザインシステムの共通言語を使ってデザインを作成しますと。で、エンジニアはそのデザインシステムの、まあ、実際の Android、iOS、Web での、まあ、実装を使って UI を実装していくことで、まあ、さっきも言ったように、あの、それぞれ違うサービス、違うシステムだったとしても、まあ、共通言語であるデザインシステムを使って、まあ、実装、デザインできますし、まあ、その UI のコンシステンシーも取ることができるみたいな感じですね。なので、まあ、先ほど言ったようにフレームワーク、デザインドック、プロトコルバッファーズです。で、まあ、フレームワークっていうのは、まあ、例えるならデザインを作るためのフレームワーク。で、フレームワーク、まあ、フレームワークに定義されたものを使って組み立てていくだけで、まあ、UI を作れますよとか、まあ、デザインドック、これ、まあ、セッションがあったかと思うんですが、まあ、デザインドックで事前に設計された内容を見て、まあ、実装していくように、まあ、デザインシステムに定義されたものを見て、その通りに、例えばデザインシステム定義された赤色とかプライマリーカラーとか、そういうのを見て、まあ、実装していくみたいな感じで似てますよね、とか。で、あとデザインシステムはプロトコルバッファーズとかにも例えることができて、これはそのプロトコルバッファーズって、まあ、API、まあ、クライアント側から見ると API のリクエストとレスポンスの型を、まあ、事前に定義してあるインターフェースなんですけど、まあ、その既存のインターフェースを利用して、まあ、デザインを組み立てていくだけで、まあ、実際そのプライマリーカラーが何色なのかとか、あとあの、なんて言うんでしょう、あの、まあ、フォントがどれ使ってるとか、そういうのは気にせず、まあ、既存のインターフェースにを利用するだけで、まあ、あの、利用できるみたいな感じで、まあ、理解できるかなと思います。で、まあ、実際そのここまで話してきたんですけど、まあ、デザインシステムが既存にあるアイディアとさっき言ったように、あの、まあ、昔からこういうことやりたいよねってみんな考えてきたんですけど、まあ、あの、昔は全然なかったんですけど、最近はどんどん、あの、デザインシステムを導入する会社とかも増えてきてます。なぜかっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、デザインツールが進化してゲームチェンジャーとなるツールが増えてきた。まあ、だんだんなんかスケッチとかゼッペリンとかフィグマとかが出てきて、まあ、ゲームチェンジャーとなったんですね。で、まあ、なぜこれらがゲームチェンジャーとなったか、まあ、特にフィグマは私たちも使ってるんですが、フィグマを例に説明すると、まあ、ある機能がすごい良くて、で、あの、まあ、これフィグマの実際の画面で、ここにプライマリーボタンっていう、まあ、UI の定義が置いてあるとして、まあ、プライマリーボタンのまあ、UI をクリックすると、ここにボタン、プライマリーデフォルトって書いてあると思うんですが、こちらはその、なんて言うんでしょう。まあ、統一的に定義された色を参照してデザインを作れるみたいな機能があって、それがすごい、あの、ゲームチェンジャーとなったわけです。で、さらに例を出していくと、まあ、具体例を出すと、まあ、これが、あの、GitHub のデザインシステムの例なんですけど、これはウォッチボタン、あの、よくあるやつの、この UI 自体を、なんか、その、なんて言うんでしょう。UI 自体を、まあ、とあるところで、あの、マスターとして登録しておけば、まあ、それを参照して、まあ、いろんな画面に埋め込むことができる。
ってのが、やっぱりデザインシステムを運用していく上では不可欠な要素でした。で、まあ、次に、まあ、デザインシステムの歴史について話していきたいんですが、まず最初、デザイン 1.0 なんですが、これはもう、デザインシステムを導入する前のメルカリの UI のデザインです。で、デザインシステム 1.5 っていうのが、まあ、これが、最初、第一世代のデザインシステムです。で、その後、まあ、いろいろ歴史があって、デザインシステム 2.0 はちょっと消えちゃって、今現在使えているのがデザインシステム 3.0 ですね。で、デザインシステム 3.0 は、まあ、ご存知かわかんないですけど、グランドアッププロジェクトっていうのがありまして、まあ、メルカリアプリをゼロから書き直すっていうプロジェクトで、まあ、使われている、まあ、現在最新のデザインシステム 3.0 です。で、こちらは、まあ、最新のデザインシステムなだけあって、まあ、いろいろ Swift UI とか Jetpack Compose とか、新しめな技術が使われています。で、まあ、歴史を説明して、まあ、実際その、実際にデザインシステムをどういうふうに使って実装していくかみたいなのを見ると、まあ、さらに分かりやすいかなと思います。で、例えばこれはアイテム詳細画面で、アイテム詳細画面の購入手続きへっていうボタンを、まあ、実装するときを想像してくださいと。で、まあ、実際購入手続きへボタンって、まあ、パーチェスボタンっていう名前の、まあ、個別の UI コンポーネントになってるんですが、このボタン自体は、デザインシステムの、デザインシステムで定義されているボタンの定義をそのまま持ってきて、テキストを、購入手続きへっていう文字を置き換えて、まあ、実装してるような形になってます。まあ、みたいな流れですかね。あ、で、ですね。で、まあ、デザインシステムの必要性とかいろいろ話してきましたが、次はデザインシステムの実際の実装について話していきます。で、デザインシステムは大きく2つに分けられます。1つ目がスタイルス。で、こちらは、まあ、カラーとか、マージンとかパディングとか、まあ、そこら辺のものが定義されています。で、そのスタイル、まあ、スタイルが、あることによって、まあ、色とか、まあ、サイズとか、そういうのが統一できますよっていうので、まあ、実際、さらにスタイルを利用して、なんて、組み立てていく UI は、コンポーネンツって呼ばれているものがあります。で、まあ、実際、まあ、それぞれ見ていくとわかるかなと思うんですが、まあ、スタイル、まあ、テーマとかブランドとか呼ばれたりします。で、これが実際の、まあ、スタイルの部分になるんですが、ブランドカラーズがそれぞれ定義されていたり、メルカリアイコン、まあ、アプリ内で使っているアイコンとかも、共通のスタイルとして定義されています。で、もちろん、タイポグラフィー、フォントサイズとかももちろんこの中に入ってきます。まあ、詳細については、まあ、Figma とかで確認することができます。で、まあ、面白いところでいくと、ラディウス、丸みとかも定義されてたりとか、あとアニメーションを実行する時間とか、まあ、イージングとか、なんて日本語訳するのかわかんないけど、まあ、いろいろアニメーションとかも定義されているので、見てみると良いかと思います。あと、まあ、コンポーネント。これは、まあ、想像しやすいかと思うんですが、例えば、ボタンなどがあります。まあ、ボタンもただ単なる、いわゆる普通のボタンだけではなくて、アイコンボタンとか、まあ、チップとか、トグルボタンとか、いろいろ定義されています。で、まあ、それだけではなくて、基本的にデザインシステムに定義された UI を使って、UI を使って、まあ、画面を組み立てていくので、ナビゲーションバーであったりとか、ナビゲーションのボトムバーとか、あとタブバーとか、あとは、まあ、スナックバーとかダイアログとかはもちろんですし、あとは、なんて言うんでしょう。リスト表示になってる一個一個の行みたいなのも定義されてます。ですね。で、あとは、まあ、まあ、現代の、現代っていうか、まあ、デザインシステムに対する、なんて言うんでしょう、リクエアメンツとしては、まあ、
最新の技術も使いたいよねとか、あと、マルチプルデバイス。まあ、特に iOS だと、iPhone と iPad 両方サポートしたいよねとか、アクセシビリティについても、デザインシステムでカバーされてます。で、まあ、Swift UI 自体はまあ、モバイル、なんだっけな、一個前のレクチャーで、まあ、みんな書いたからわかるかと思います。まあ、ご覧のように、まあ、UI を組み立てていくときに、まあ、宣言的に、ソースコード、宣言的に、まあ、UI を組み立てていけるみたいなものですね。で、まあ、まあ、デザインシステムで、まあ、より生産性高く実装するために用意されているのが、プレイブック、UI カタログ。これは iOS、Android 両方でも使えるんですが、まあ、実際にデザインシステムがデバイス上でどのように表示されるのかとかを、まあ、確認できるようなものになっています。で、次に、まあ、スナップショットテスト。こちらは、まあ、iOS はちょっとあまりあれなんですが、まあ、Android の方でも、まあ、デザインシステムの UI コンポーネントに対して、まあ、用意されています。で、CI 上で、毎回実行されるみたいな流れですね。で、次がアクセシビリティについてです。そうです。アクセシビリティは、デザインシステムを使って、まあ、実装すると、まあ、大体サポートしてもらえるんですが、まあ、一部難しいとこもあるので、まあ、実装するときに確認したりもしますね。で、まあ、アクセシビリティといっても、まあ、一つ目が、まあ、ダークモードとかで、まあ、なんか、明るいと、まあ、目が疲れちゃうので、ダークモードをサポートしてたりします。で、次がダイナミックタイプ。こちらは、お年寄りというか、まあ、老眼とかで、あまり細かいものが見づらい人とかは、人とかが、まあ、その表示するテキストのサイズをでかくするのに、まあ、使われます。で、これは、まあ、iOS、Android 両方存在するので、これは iOS の例だけですが、Android でもサポートされてます。あとは、ボイスオーバー。Android だと、なんだっけな、忘れたけど、まあ、これはまあ、メルカリアプリ内、メルカリだけじゃなくて、まあ、アプリを使っているときに UI をタップすると、その UI がどんなものかとか、これはどんなアイコンですよとか、どんなテキストですよとかを、まあ、話してくれることで、まあ、なんて言うんでしょう。目に障害のある方でも、アプリを使いやすくするようなものになっています。といったところで、一通り、まあ、ちょうど30分経ちましたし、まあ、発表をここまでにして、次は、まあ、質疑応答の時間に移りたいと思います。